フィリップ・セルゲービチ・オクチャーブリスキーは、ソ連の軍人、ソ連邦英雄。最終階級は、海軍大将。なお、本姓は、イワノフである。大祖国戦争では、黒海艦隊司令官を務め、セバストポリ包囲戦を指揮した。イワノフは、1899年10月23日に、ロシア帝国のトベリ県ルクシの村で、ロシア人農民の家に生まれた。1915年、イワノフは出稼ぎのためシュリッセルブルクに、次いでサンクトペテルブルクに向かった。消防士やラドガ湖、スビリ川、ネバ川を航行する汽船会社の補助操縦手などを経て、1918年に赤色バルト艦隊へ志願した。彼は入隊後すぐにロシア内戦へ動員され、バルト艦隊や北方小艦隊の水兵として、白軍と戦火を交えている。1919年にロシア共産党へ入党した。翌年にはバルト艦隊水雷学校を、1922年にはペトログラード共産主義大学附属課程を修了した。1924年、彼は10月革命を記念して、自らの姓であるイワノフを、ロシア語で10月の意味を持つオクチャーブリスキーに改称している。1928年、MV フルンゼ記念海軍学校附属並行課程を修了。バルト艦隊や太平洋艦隊、黒海艦隊に勤務し、魚雷艇の艇長、軍長、大隊長、支隊長、旅団長を歴任した。1938年2月より、アムール小艦隊司令官に就任し、1939年3月からは、黒海艦隊司令官となった。1941年5月21日、オクチャーブリスキーは海軍中将へ昇進した。大祖国戦争では、オデッサやセバストポリの防衛を担っている。黒海艦隊司令官と同時に、彼は1941年から1942年まで、セバストポリ防衛地区司令官を兼任していた。一連の戦闘における避難計画では、陸軍や、海軍の軍人はたとえ負傷兵であっても、避難の対象外とされていた。そのため、黒海艦隊の指揮を取っていたオクチャーブリスキーは、包囲されたオデッサの防衛部隊に対して、物資輸送や敵への艦砲射撃を敢行するなど、積極的な支援を行った。部隊や市民の撤退も支援している。しかし、オデッサは1941年10月16日に陥落した。それに伴い、黒海艦隊は、セバストポリへ撤退した。セバストポリでもソビエト連邦とナチスドイツとの間で激しい戦闘が行われたが、オクチャーブリスキー率いる黒海艦隊は、市街の防衛に奮闘した。だが、1942年7月1日の夜間、彼は防衛地区司令官でありながら、飛行機でセバストポリ市内からの脱出を図った。彼の脱出から2日後の7月3日にセバストポリは陥落している。負傷兵を含む多くの部下を見捨てて司令官だけが逃げたという事実は兵士の士気を著しく下げ、セバストポリの陥落を早めたとされる。これにより、捕虜や虐殺などで取り残された約8万人の兵士を一度に失う結果となった。セバストポリの集落であるインケルマンにはワインを貯蔵するための横坑が岸壁に掘られていた。そのため、戦時下において、この横坑は、野戦病院や弾薬庫、兵器庫として活用されていた。すでにセバストポリは包囲され、ドイツ軍がインケルマンを占領するのも、時間の問題となっていた1942年6月29日、オクチャーブリスキーの副官N海在津中尉により、この弾薬庫は爆破された。インケルマンへ上陸したドイツ兵は、爆発とともに高さ約30メートルの岸壁が300メートルにわたって崩落する様子を目撃している。この崩落に野戦病院も巻き込まれ、沿海軍の第47、第427医療部隊や負傷した赤軍兵士、避難していた民間人など約3000人が犠牲となった。オクチャーブリスキーは並行してケルチ・フェオドシア上陸作戦の指揮も取り、結果として、クリミアでの共闘捕獲率に貢献した。1943年6月、オクチャーブリスキーは、アムール小艦隊司令官に任じられた。再び、黒海艦隊に戻ってきたのは1944年3月のことである。彼の指揮する黒海艦隊は、カフカースやクリミアの解放に貢献し、かつて彼の指揮下で失われた、セバストポリも回復された。4月10日に海軍大将へ昇進。終戦後もオクチャーブリスキーは黒海艦隊の指揮を取り続けた。1948年11月から1951年1月まで海軍第一副総司令官を担っていたが、病気を理由に退いている。1952年4月からは科学試験場局長へ移り、1953年11月まで務めた。1954年、一時軍務から離れて、フェオドシアやスタリクリムなどで過ごしている。1957年に復帰し、P.S. ナヒーモフ記念国会高等海軍士官学校の学校長に就いた。ソビエト連邦最高会議幹部会1958年2月20日付命令によって、フィリップ・セルゲービーチ・オクチャーブリスキーは、ソ連邦英雄第10800号に列せられ、レーニン勲章と金星章が贈られた。1960年9月、オクチャーブリスキーは、ソビエト連邦国防省、監察総監部軍事監察官となり、後に顧問に就任している。その他、共産党員として1941年2月から1952年まで中央監査委員会委員を務めたほか、第1期ソビエト連邦最高会議では大議員に選出され、続く第2期ソビエト連邦最高会議でも大議員に選出されている。1969年7月8日、セバストポリで死去。オクチャーブリスキーはセバストポリの名誉市民でもあった。遺体はコムナル墓地に埋葬された。コムナル墓地にあるオクチャーブリスキーの墓、ソビエト連邦外国ソビエト連邦海軍には、オクチャーブリスキーの名を冠した巡洋艦、アドミラル・オクチャブリスキーが存在していた。それ以外にも、英雄都市セバストポリの記念碑やトベリ州、スターリツァに位置する通りの名前など、現在でも彼の名にちなんだ施設を見ることができる。ユリウス暦では10月11日。ありがとうございます。